皆さんこんにちは。今日はこちらの新型ステッパーゴンのエアーのガソリンモデルになります。こちらの方の一般道でのインプレッションということでご紹介をしていきたいと思います。でまずエンジンに関してはやはり EHEV と大きく違うところとして、これは、アイドルストップが今回ついていますんで、最近の車ですとバッテリーの負荷を与えないようにアイドルストップが廃止されている車、トヨタの車なんかはアイドルストップが廃止されていたりします。むしろバッテリー自体の寿命を短くしてしまうというのがアイドルストップっていうのがあったりするわけなんですけれども、そうすると逆にエンジンをアイドルストップさせるよりもむしろバッテリーの生産量が増えてしまうと余計に環境性能としては悪いだろうと、いうことで、今全面的にアイドルストップが今廃止になってたりします。ですけどこっちのこのステッパーゴンに関しては、今回もアイドルストップというのを廃止せずについているという状況になります。もちろんアイドルストップをこのような形でオフにすることももちろんできます。結構バッテリーの耐用年数が変わってくるらしいです。でアイドルストップやっぱり対応している車ですとやっぱり3年ぐらいがバッテリーの寿命だったりするんですけど、アイドルストップなしの場合ですとやっぱりこの車と同じような、大体新車で買って、大体5年ぐらい、目安で乗られる方が多いとは思うんですけれども、バッテリー無交換でも乗れてしまうといった、そういった状況だったりするわけなんですけれども、その辺のところもやっぱり考慮した上で、バッテリーアイドルストップっていうものをやっぱり廃止している、メーカートヨタを皮切りに、多かったりするという状況なんですけど、こちらはそうではないということになります。で、アイドルストップの時にすごく気になるところとしてはやはりエンジンのフレです。非常に気になるところだと思います。過振力が結構一番大きく伴うところになってくるとは思うんですけれども、ちょうどアイドルステップストップしているところで、渋滞している状況下でのところなので一番再現しやすいところにはなるんですが、ちなみにちょっと話横道にそれますが、このようにトラックという形で認識もしてくれるというのがあります。二輪であったりとか、普通車であったりとかの認識をしてくれるということで、車の区別もしっかりと今回の新しい、このホンダセンシングではしてくれるようになったっていうのが、かなり大きいところかと思います。話はちょっと横道にそれましたが、アイドルストップしてるところから、走り出した時っていうのも特にもたつき感っていうのは、全く感じないので、かなり、アイドルストップするからといってなんかこうストレスを感じる、不快を感じるっていうことは特にないです。昔はよく、軽なんかはそうだったんですけど、こうアイドルストップしてると、エンジンからのこう過振力も伴うし、かつ音もうるさいし、もたつきは出るわみたいなのですごくストレスを感じていた車なんかもあったりしたんですけれども、この車に関しては、もちろんね少しこう振動っていうのは出るんですけれども、でも特に不快を感じるような感じっていうのは全然ないと、いうことが言えるんではないかと思います。あとは燃費です。燃費に関しては結構今日ちょっと道に迷っちゃったりとかってのもあったので割と長い距離はしてきたんですけれども、今現状としてはリッター8キロです。これの JC08 での燃費性能としてはリッター 15.4 で、これなんで JC08 でって言ってるかというと、以前のステッパーゴン RP3 で出た時との その比較の観点でということでもお話ししようかなと思ったんで JC08 で言ってます。同じ車重の1740の同じ車重の車で 15.4、それに対して燃費がリッター8キロと、いうことになってますんで、ちょっと燃費がいいかっていうとちょっとねどうかなっていうところは、ハイブリッドと比べると余計その燃費性能の違いっていうのが、大きく出てるところかなという気が少しするかなという気は僕の中ではします。であとはエンジン自体、こういった一般道ですとエンジンの回転数も低いですし、1500回転とかですし、CVT ということもあるので、それとの組み合わせで、エンジンの回転数を低く抑えながら、走行することができるわけなんですけれども、全然放射音というのも気にならないというのはあります。ただエンジンが
始動している、あの稼働しているっていうその音っていうのは、まあ、聞こえるレベルにはなってはいるので、まあ、EHV の時みたいにすごく放射音が抑えられたよねっていうレベルにはなってないかなと思います。むしろ以前の RP3 のステップワゴンとなんか変わんないんじゃないかなと。で、高速道路で走ってきてね、すごく思ったのは、このエアに関しては特にあの放射音、特にその遮音性能っていうのは先代とそんなに変わってないんじゃないかなっていうのが、なんか僕の中ではちょっとするかなという気がちょっとしたりしています。まあ、そういったちょっと印象が正直あります。あともう一つはこの乗り心地、今結構この三好のこの行動地帯なので、あの道が悪いです。結構大型トラックが通ってたりしたり、マンホールが出っ張ってたりとか、路面が荒れていたりとか、凸凹道が多かったりとかするんですけれども、乗り味はこれダンパー、まあ、高速のインプレッションでもしたんですけど、ダンパーが違います。なので結構足としては EHV のスパーダの16インチが非常に僕は乗り味もいいし、それからロードノイズも、抑えられててしっとりしてていいなと思ったんですけど、こっちはね結構やっぱり足がね硬いです。少しこうなんかこう突き上げ感っていうのはやっぱりねすごく感じます。プレミアムラインも玉尾低速領域で少しこうバタバタするなっていう感じレベルのしっとり感だったんですけど、もうこっちはねもうそういうレベルじゃないですね。結構やっぱり足硬いですし、減衰がもう立ち上がる手前から結構ドンってああいうあの突き上げ感っていうのをすごく感じるので、足がね16インチなんですけどもね硬いですね、すごく。まあ、そこはねすごく感じる。高速道路でも結構足の硬さみたいなものをねちょっと感じたところではあるし、このワンダリング現象でステアリングハンドルが取られるっていうような、結構こう安定しないあの車の騒音性という意味においても、少しこうフラフラ、結構フラフラするなっていう印象がちょっと僕の中ではあったんですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、こうドライビングに徹したセッティングということではなくて、どちらかというとこう人を乗せるっていう方向に重きを置いた車、まあ、ファミリーカーという、まあ、位置づけ、従来のステップワゴンと変わらないようなあの正確にしているのがエアーなのかなっていうのをちょっとこう正直僕の中でやっぱりちょっとね感じたところではやっぱりちょっとこうあります。だからあんまりこう乗った感じで言うとちょっとこうね、やっぱミニバン、ファミリーしてるね、ミニバン的な感じ、走りの格がワンランク上がったアコードのような走りという走りじゃないです、このエアーに関して言うと。正直ちょっと違います。従来のステップワゴンの RP3 のような走り、まあ、下手すると RP5 のような走り、まあ、そういったね走りになってるんで、結構 EHEV と EHEV のスパーダプレミアムラインとこのエアって走りの性格がねかなりね違う車にねなってるっていうのがちょっと言えるんじゃないかなっていうのがね、ちょっと個人的にねすごくね感じるところに、ね、なります。はい、なのでちょっとその辺が気になる。あとだからロードノイズなんかもやっぱり、従来の RP3 とか RP5 のステップワゴンとそんなに変わらない、結構やっぱりロードノイズ低周波が結構ね入ってくるっていうところがあるので、なので精神剤なんかもそんなに貼る面積っていうのは増やしてないんじゃないかなという気がちょっと僕の中では、まあ、今回、このステップワゴン、こちらはガソリンモデルのエアーなんですけれども、ちょっと乗せていただいてすごくちょっとね感じたところになります。はい、ということで今回はこちらのステップワゴンの、こちらはエアーのガソリンモデルになります、こちらの方の一般道での走りの印象ということで今回お伝えさせていただきました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最近は車のガジェット等のレビューも行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価いただけますと今後の動画の運営励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼をいたします。